はいどうも、ひたまゆでございます。本日3投稿目じゃあやっていきます。はい、まずねビッグマムなんですけど、ビッグマムの性能を見ていきましょう。はい、まずねこちらがゼウスということで、自分に追従する一定範囲内の敵にダメージを与える攻撃を発生、さらにダメージを与えた攻撃は、これ見たけどずっとついてくんだよね。もうキモいキモい、やだやだってことで、次プロメテウス、中距離に入れて撃にダメージを与えて吹っ飛ばす。これがちゃんとディフェンダー寄りのディフスキルって感じですね。いやこれ強くないマジでビッグマム。はい、で何が強いかっていうと、こちら見てください。特性、体力が 90% 受けるために 80% 減少だよ。最初硬すぎん？どうする？最初スキルでパーンやんないと全然ダメージ食わないからね。で次、自チームの上に与えるダメージが 30% 増加する。ディフェンダーとディフェンダーアタッカーって感じかな。で次、感電状態の時にダメージを与えた時だと、はい、 150% ってことかな、もし自陣でやったら。はい、すいません。次、自チームのお互いを敵チーム出して、これ強い。ダメージ、だから、最後残り10秒とかになって、ディフェンダーって結構きついじゃないですか。残り30秒とかで死んだら、もし、相棒がね、相棒死んで、早く行かないとって時に、多分 C が取られるんですよ。やばい、逆転されたって時に、これ30秒間増加する、30% 増加するのは強いかもしれない。で、次、敵チームのメンバーに体力が 15% 回復する。待って、これ、マジで最強ディフェンダーだわ。最強ディフェンダー作っちゃったわ。作っちゃったよ。じゃあチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してください。おえおいえいえあおおいえいえあいえあいえやっていきます。すいません。じゃあ行きます。あ、スキル上げないとですね。1、2。あ、ここいつも重いんだよね。ちょっとまあ、やっぱ4個は一気に上げちゃうとさすがにね、それは重たいわって感じ。はい、じゃあ4個はい上げました。はい、じゃあ行ってきます。レッツゴー。また邪魔入っちゃってね。はい、じゃあやっていきますよ。ビッグマム多分ボイスなしですね今回は。ちょっとそれは悲しい。でかい、でかすぎる、でかすぎる。通常早っ。え、最後威力やばくね。いや最後やばくね。通常めっちゃで速いわ。何これ、めっちゃパンツ回る。ミニがいいのかな。はい、じゃあね、まず通常普通にやっていくんですけど、最初 90% 減るまで全然減らない。これカチカチメダルと合わせたらマジでエグいよこれ。本当にエグいわ。ビッグマムやばいわこれ。だって全然食らわないもん。さっきと片手と比べてみ、ほら全然食らわないもん。マジで食らわんわこれ。やばいやばい、マジで強いわ。しかもこれで 30% アップでしょ。ちょっと待って。強い、これで全部回復しちゃう。ちょっとこれ密集してるからもう一つのスキル使って、ここ取るふりして。やばいわビッグマム、えぐいわこれ。最強ディフェンス回避早くね。これで追従するやつか。強っ、強すぎるこれ。マジでえぐいわ。やばいやばい、ビッグマムえぐい、えぐい。結構長いよ。長いよって言った瞬間に終わらせないでくださいね、次から。ビッグマムさん強い。バカ強いわビッグマム、全然減らないよ体力。あ、しかもこれで移動速度が 30% 上がる、速くなる。強い、ビッグマム強すぎる。やばい、俺ワンチャン全然効かないし、俺カタクリより全然強いと思うんだよな。いや、そりゃないな、ごめん言い過ぎた。すぐそうやってさ保険かけるよね、ひたまゆさんって。ごめんなさい。強い、強すぎる、火力高え、強え、マジで強え、ビッグマム。やばい、こう体力が減らないんだよ。でこれでちゃんと取っとけば、こうやって旗取ってるとかもいいかもしんないね。強い、範囲広っ。やばいやばい、ちゃんと火力も高い。ちょっと待って、えぐい。ビッグマムちゃんと倒れてる時も攻撃してくれるから、えぐい、えぐいってー、強すぎだって、回復しちゃう。本当に強い、これ待って、どうしよう。本当にビッグマム強い。いやビッグマム強すぎなんだが、ちょっと強え、ビッグマム強えよ、強すぎだよこれビッグマム。痛い、ビッグマム強え、マジで強えよ。レベルちげえよ、4個じゃねえよこんなん。最強で来てて海賊王だよ。白ひげ見てみろよ、全然強くねえ。シャンクスは配布キャラだし、何なんだよ、強すぎだよこれ。どうするよ、ビッグマム強い、移動速度上がる。めっちゃ強い、やばいやばい、これやばいでしょこれ。ビッグマムぶっ壊れすぎるだろこれ。大丈夫、
意外と当たる当たる、これ意外とね、あの大事だわこれ。つえービッグマムつえーよマジで。はい、ということで見ていただいた方わかるかもんですけど、ビッグマムレベチ、ディフェンダー界レベチだと思う。これディフェンダー最強かもしれん。ビッグマムえぐい、ビッグマムえぐすぎる。これマジで皆さんぜひよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ビッグマム強いと思った方えぐいですこれは。じゃあということでね、今日は終わりにしたいと思います。バイバーイ。